茨城県道40号内原塩崎線は、茨城県水戸市から、茨城町を通って、水戸市、塩崎町に至る県道である。水戸市の南部域を東西に横断する路線で、西端側の水戸市、小井淵町から、東茨城郡茨城町長岡を経て、東端側の水戸市、塩崎町の国道51号に至る。中間地点の茨城町長岡では、国道6号と交差する。 水戸市街地を迂回する線形で、また西端側の延長上に接続する茨城県道52号、石岡城里線を介して、国道50号に直結し、比較的交通量が多い。2012年1月11日、これまで京愛区間が特に多かった茨城町内の茨城県道59号、たまり水戸線交点から国道6号交点までの、 区間約 5.5km のバイパス道が開通した。1982年11月1日、前進にあたる県道茨城友部線を廃止し、道路線の東茨城郡内、原町茨城町の区間と、茨城町、長岡東茨城郡常住村塩崎間の町村道を統合し、東茨城郡内原町を起点、道群常住村大和田潮先を終点とする、新規路線、 主要地方道内原津ネズミ線として、茨城県が県道路線認定した。1995年の整理番号の再編成を、木に路線名を、内原潮崎線と解消、整理番号40となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、三戸市、小井淵町東茨城郡茨城町長岡間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。茨城県道40号内原潮崎線、茨城町上石崎福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。廃止した県道茨城とも線の内原町移成の、残存区間は、県道とも内原線として、 同日認定される。ありがとうございます。